ですお別れだなんて。絆？ずっと一緒にいてくださると約束したじゃありませんか。これもしかしてお姉さんと離れ離れになる時の。そんな、でも。わかりました。では勝負してくださいますか。私たち昔よく靴飛ばしで競っておりましたでしょ。以前は負けてばかりでしたが、今ならきっと。私が勝ったらずっと共にいてください。お願いします。ルールは明快。靴をより遠くへ飛ばした者が勝利となります。あの頃のように3回勝負、成功は私ということでよろしいでしょうか。ああ、勝負だ。私を置いていくのですか。いや、そういうわけでは。どうする水木。もしかしてこれ勝たない方がいいのかな。やった、ナイス。私の身体能力、ふぅなんで、もう私のこと。よし、勝ったぞ。わーいわーい喜びすぎじゃない。見ろ水木、私の素晴らしいコントロール。イバルが、やっぱりお姉様にはかないませんね。絆が見ないように心の奥底に押し込めていた記憶かもしれんな。ホラドリ博士の研究所では非人道的なゲノム編集の実験が行われていました。え、絆が隠していたのはこのことだったのか。これは知恵だ、リーチ。
絆の父親の日記帳だ。キズナッチ、それが例の。ええ、理事長室に置いてあったお父様の日記帳です。今朝、お父様から頼まれて理事長室で探し物をしていました。その時、誤って本棚の本を落としてしまって、それがこの日記帳だったのです。床に落ちた日記帳はページが開いていて、いけないと思いつつ、ついつい書いてある文字を持ってしまって、読んだのを後悔しました。そこにはとても恐ろしいことが書いてあったので、とある女の子がホラケンでゲノム編集されたと。でも、なんでそのこと教えてくれなかったの？それは、これを読んでもらうのが一番早いかと思います。引き取られた家の名字は沖浦。水木。私はゲノム編集された子供。私のパパとママは本当のパパとママじゃなかったんだ。ホラドリの左半身だな。水木、大丈夫か？別に死体を見るの、これが初めてってわけじゃないし。そうじゃない。お前、ゆうべは一睡もしてないだろ。精神的にかなり参ってるんじゃ。
まあ無理もないけどな。突然あんな事実を突きつけられたら誰だって。大丈夫だよ、それはそれ、これはこれだから。とにかく今は捜査に集中しよう。ここにあるのはホラドリの死体。この件について解明できれば他のことも分かってくるかもしれないし。死体を調べる前にまずはここにいる連中から話を聞いてみよう。朝一でジョギングしてた一般人だ。見つけた時周りに人影はなかったらしい。そいつは今本庁で事情聴取を受けてる。まあ役に立ちそうな情報は得られねえと思うが、まさかこんな感じでホラドリの左半身が発見されるなんてな。こいつはマジで常軌を逸した事件だ。俺には理解不能だよ。特になしだ。公園の監視カメラに不審者の姿は映ってない。目撃者もいねえし、お手上げだよ。どうしたの？いや、なんか6年前のこと思い出しちゃって。一体どうしてこんなことに。いずれにせよあそこにあるのがホラドリの左半身なのは間違いない。石場女子で見たホラドリの右半身、あれはその死体の片割れだ。フリスビーでもしに来たと思う？一報を聞いて駆けつけたんだよ。僕は何としてでもこの事件を解決しなきゃならない。それが僕に課せられた使命だ。確かに捜査は難航してる。正直言ってかなり追い詰められてるのは事実だ。だけどだからといって投げ出すわけにはいかないんだよ。そんなことしたら伊達さんに顔向けできないからね。前に伊達さん僕に向かってこんなことを言ってくれたんだ。龍騎、お前はアビスのエースになれる人間だ。俺はお前のことを信じてるって。その期待を裏切るわけにはいかない。絶対にこの手で犯人をテアラーのやつを捕まえないと。ん？何が？いや、そのメンタル的なやつとか。僕の方は全く。それより君の方こそ大丈夫？なんだか落ち込んでるように見えるから。そんなこと全然ないし。そうならいいけど。前に教えませんでしたっけ？ん？聞いてないと思うけど。そうですか。じゃあ教えますね。私の名前は鏡と言います。そっか、鏡さんね。水木、今は聞き取りを優先してくれ。私にも何が何だかさっぱり。一体どういうことなんですかね。 DNA の鑑定結果がすでに出ています。死体は間違いなくホラドリのものです。死亡推定時刻は昨日2月11日の20時前後。所持品は特にありません。一刻も早く事件を解決しないと。僕がやるしかないんだ。この僕が。それじゃあね。大丈夫かな、龍騎。なんかテンパっちゃってるように見えたけど。まあ
あいつのことはほっとけばいい。それより水木、現場を調べてみよう。何か手がかりが見つかるかもしれないし。うん、わかった。よし、では始めるとしよう。この辺りをいろいろと調べてみるんだ。了解。ホラドリの左半身だ。分子レベルの細さで切断されている。他に外傷が見当たらないことから、それが死因になったものと思われる。犯人は同一人物、テアラーと見て間違いなかろう。言うまでもないが、ホラドリが殺害されたのはここではない。辺りに血痕が見当たらないからな。死亡推定時刻についてはさっき鑑識官が言ってた通りだ。昨日11日の20時前後か。一体どうして。え、何これ。死体の中に文字が。アルファベット型の金属プレートが埋め込まれているようだ。 RLE。 そう読めるな。これは鉄粉、活性炭、食塩水の混合物。要は使い捨て回路の中身だが、それが文字の形に塗られてるんだ。そいつが発熱してるから、こうしてサーモモードで見えるように。 AEF って書いてあるね。アルフリー専用の自販機だな。ノンアルコールのビールか。あの中なんかあるみたいだけど。調べてみよう。風船だな。左右半々に塗り分けられてるね。半分が赤、半分が青か。中に何か入ってるみたい。ふむ、 X 線を使うまでもない。はっきりと透過して見えるな。水木、割ってみてくれ。了解。X が2つ。いや、2本の矢印が交差したもの。それが2つと見るべきだろう。水木、どう思う。死体や石碑に仕込まれた文字、風船の中の紙切れ、テアラーのやつ、私たちのことおちょくってるんだよ。ふむ、これは明らかな挑発、あるいは挑戦と言うべきか。いずれにせよ、やつが謎を仕掛けてきているのは間違いない。水木、その謎を解くんだ。お前なら必ずできるはず。わかった、やってみる。これまでに入手した手がかりは3つ。石碑に記されていた AEF、 死体の中にあった RLE、 それと紙切れに書かれていたクロスの矢印だ。
これらは一体何を示している？さあ考えるんだ水木。アルフリーカだとすると、それに関連する場所を調べれば。ここだね。ああ、アルフリーはこの自販機で売られているノンアルコールビールの名称。テアラーがそれを示唆しているのは間違いない。要するにアルフリーを調べろってことだと思う。それじゃあ早速。待て、どうするつもりだ？もちろんアルフリーを買うつもりだけど。ダメだ、お前はまだ18歳だろ。え、でもこれノンアルコールのビールだよ。確かに未成年によるノンアルビールの購入は法律的に禁止されてはいない。だが各種機関がいろいろとうるさいんだよ。察してくれ。じゃあどうすれば。そうだ、あの刑事に頼んで買ってもらおう。なるほど、そういうことなら例外的に。こんにちくび、警視庁刑事部捜査一課の牛寺だにゃろ。え、何このキャラ。ここは VR 空間だからな、本物の刑事がここにいるわけじゃないんだよ。で、あちきに何の用が？ちょっとお願いしたいことが。ちょっと待った、このままでは取れ高が全く足りなくなりそうだ。取れ高？尺が余りすぎてしまうってことだよ。何の？私の大事なフィルムのだ。というわけで、今この瞬間からカメラを回すとしよう。リハはなしだ、ぶっつけ本番。いいか、行くぞ。よーい、アクション。実はですね、わかったにゃろ。あちきがこれを買えばいいにゃろね。そうにゃろ。そんなのお安いご用にゃろ。待ってるにゃろよ。なんでゴビがにゃろなの。ああ、ちょっとキャラがつかめなくてな。だいぶつかめてない気がするけど。まあいいや、結果オーライってことで。これアルフリーじゃない。開けてみてくれ。これは、テアラーからの挑戦状か。上等だね、受けて立ってやろうじゃない。だが東京といっても広いぞ。一体どうやって探すつもりだ。そんなの決まってるじゃん、足を使って探すんだよ。
や、そっちこそどうしたの？その声。話すと長くなる。それより用件は何だ？ちょっと話を聞きに。俺がいちゃまずいかな。ううん、そんなことないよ。情報は大いに越したことはないし。なるほど。赤と青の風船。何がなんだかさっぱりわかんねえよ。ただ一つだけ言えるのは、自業自得なんじゃねえかってことだ。俺がホラケンで清掃員をしてたのは知ってるだろ。だからホラドリ所長とは面識があって、噂話もいろいろと。噂話って？話すと長くなりそうだから、また今度な。でも瑞希、確かにライアンの話は気になる。だが今は風船を探す方が先。ああ、そういや、ついさっき愛用園で。愛用園って、児童養護施設の？そうそう、そこの木の枝に結びつけられてたんだ。だけど、ちらっと見かけただけだから、赤と青の風船だったかどうかは。ありがとう、後で行ってみるよ。でも、なんで愛用園に？麗しの姫君に会いに行ったのさ。風船か。俺も風船みたいに空を飛べたらな。そいつは組長に聞いてくれ。うわー、オカルトっぽい話はやめてくれ。そういうの苦手なんだよ。俺には何もわかんねえし、まったく不可解極まりないとしか言いようが。このチェコエロッチョのせいだ。チェコエロッチョ？チェンジコエロックチョーカーの略。音声変換機能の備わった鍵付きの首輪ってことだ。こいつを首にはめると望み通りの声を出すことが。望み通りの声？つまりその声はホーマさんが望んだってこと？いや違うんだ。こいつは人からもらったもんで、この声は最初から。誰にもらったの？新兵だよ。昨日あいつがくれたんだ。世話になったお礼にっつってな。声紋を分析してみた。どうやら今モーマが出しているのはサガン・イリスの声らしい。ああ、どっかで聞いたことがあると思ったよ。モーマもチンペイもイリスの熱狂的なファンだ。アセトンノと言った方がいいかもしれんが。それでチンペイはその声を登録したチェコエロッチョをモーマさんに？うん、なんかキモいね。いや、それができないんだよ。鍵をなくしちまってな。どうして？ゆうべこの事務所で一人で酒を飲んでたんだ。このチェコエロッチョをつけたまま。そうやって一人で遊んでたんだ。想像するとますますキモいな。だけど目覚めたら鍵がどこにも見当たんなくて、大事なもんだと思ってどっかにしまったはずなんだが。で、会場の達人であるこの俺が呼び出されることになったってわけだ。ライアンとは長い付き合いになる。こいつの腕が一流なのはよく知ってるからな。もう忘れてもらいたい過去なんだが。おいおい、忘れるわけがねえだろ。お前にどれだけ稼がせてもらったと思ってんだ。
知ってると思うが、こいつはよ。昔の話はやめてくれ。もう足を洗ったんだ。とにかくライアン、早くこいつを外してくれ。なんだか頭がぼーっとしてきて。もう少しだけいいだろう。その可愛い声、もっと聞かせてくれよ。お前なぁ。